お医者さんの話で、なんか、灘高きっての天才みたいなことを言われた人がいて、中1かなんかで、その灘高、中高一貫なんだっけ？模試で、確か1位かなんかを取って、で、なんか6回全連続1位で模試取って、東大に行って、東大医学部に入った人っていうのがいるらしいんですけど、勉強はめちゃめちゃ得意だったんだけど、別に医者としては大成しないよね、みたいな話があったんですけど、頭がいい人の能力と、その社会でその能力がどう生かされるかって結構ずれることがあるんですよね。灘高時代の人はその子めちゃめちゃ優秀だったと思うんですよ、学業の成績は。東大で1年で100単位とか取ったのかな。普通だったら1年間で40単位しか取れないんですけど、100単位ぐらい取ったみたいな、そういう本当に灘高きっての天才って言われた人らしいんですけど、平均のなんか成績もなんか90点以上みたいな。恐ろしいほどの授業という恐ろしいほどの点数を取るっていうので、超優秀な人なんですけども、そんな人も、天才の能力というのも、状況によっては結構うまくはまらないと結果が出ないことがあるんですよね。コメントで遅咲きって書いてあるんだけど、中学の時点で、東大もし1位っていう時点で、早咲きしすぎなんですよ。早咲き遅咲き関係なく、めちゃめちゃ優秀な人であると思うんですよ、ずっと。その優秀さというのと、社会で評価される成果というのは、またズレがあるんですよ。で、そのテストの問題って答えがあるので、ある程度の優秀な人は必ず100点取れるんですよ。でもその社会って答えのわからない問題を手掛けて、誰も見つけてないものを見つけると優秀だよねって言われるので、その勉強の優秀さとはちょっと違うんですよね。なので、そこの調整に多分時間かかったみたいなのがあるんじゃないかなと想像してますけど、はい。というわけで、お疲れ様でした。